ジェニセブンエレバイ蕎麦の親父です。 KJCW クラブ部長のマグです。はい、こんにちは。どうもお疲れ様です。今日も暑いです。もう目がね、二重になるぐらい、もう今日はもうバテましたね。暑くて厨房の中はね。はい、そんなわけでですね、東京ハムフェアからね、約1週間経ちましたけれども、まあ興奮冷めやらずというところで、本当楽しかったですね。もうあのひとときがね、もう皆さんとアイボールできたことが、僕にとって、また今後のね、こうテンションが上がってね、今後につながるかなという、感じがしました。はい、それで皆さんもね、いろいろな動画、トークセッションね、ありましたし、まあ本当関係者皆さんとね、ワッフルさんもね、いろいろとトークセッションの段取りとかね、ありがとうございました。本当に感謝しております。それとですね、皆さん動画いろいろ出されてね、僕も拝見しましたけれども、ワッフルさん、また総長さんとね、実験大好き、MNL さん、ね、蕎麦屋の親父紹介いただきまして、本当に感謝しております。KJCW クラブ、まあ、モールスのクラブですけれどもね、の紹介もさせていただきましてね、本当に嬉しいなと思います。その中で、実験大好き MNL さんのね、お話にもありましたけれども、若い世代の方々にね、モールス信号大変興味を持っていただいてですね、びっくりなんですよ。もう僕の YouTube はですね、広報でも再生回数はほとんどショート動画で普通の動画はまるっきりっていうか、あまり変わらずなんですけれどもね、それでもね、アマチュア無線のそういうアマチュア無線界ですか、生意気ですけどね、まあ、ちょっとでもね、微力ながらでも楽しさを広められたらなという思いでやっております。あともう一つですね、きっかけっていうのがありましたけれども、まあ、無線やときっかけはこの間お話ししたんですが、まあ、YouTube を開設したきっかけというのは、僕のモールスをやり始めたのがちょうどまあ2年半ぐらい前だったでしょうかね。記録用としてですね、僕のその上達の記録用として残しておこうとやり始めたんですけれども、そこがまあ徐々に広がりですね、本当若い世代10代20代の皆さんに、の視聴者の方がものすごく増えまして、コメントもですね、本当にたくさんいただいてます。もう毎日のようにね、コメントいただいて、それに一つ一つ今お返事をするっていうのがもう日課になるぐらいですね、大変何ですか、心温まるコメントが多いのにびっくりしております。その中でね、いろいろちょっと紹介したいなっていうのがね、あるんですけれども、まあ簡単にですけれども、はい、まあ一番新しいのでね、まあいろいろあります。これって何のために、通信してるんだろう。まあ、これはまあ趣味の世界なんでね、何のためというわけでもありませんけれども、まあ、簡単にざっくり言えばね、皆さんもバイクとか車とかドライブする、まあそれが好きだって。だから何のために走ってんだろうじゃなくて、やっぱりドライブするのが好きとか、この景色を見るのが好きとか、車を運転することの楽しさとか、いうようなことと同じかなと、そんな風に思いますけれどね。あと、ロマンしかない。ロマンしかねえっていう感じで、いいですね、こういうの。あと、できるとかっこいい趣味第1位ってね。いやー、もうこういう風に思っていただけるんですね。本当に。もうなんかね、そういうふうに言われると今先端を言ってるのかなっていう勘違いもしますけど、蕎麦屋の親父はね。はい、あとですね、なんかもっと最近どうとか、そっちうまいの食べ物、うまい食べ物って何っていう、まあとか聞かないのっていう話ですね。はい、あ、これに対して返信しました。この返信はですね、僕はまあ正直言いますと、まあ、英語力もないと、そこまでの細かい、お話というのは、なかなか CW ではできないので、すみませんと、僕は英語力があればできるんですけれども、まあ、僕はね、そこまで、まだまだスキルがないのでってお話したら、返信されたことに、驚く方もいらっしゃるんですね。なかなか返信っていうのが
珍しいんでしょうかね。なんかあの軽率な発言申し訳ありませんでしたなんてね、ございませんってなんか書いて、改まってというんでしょうかね、お返事いただきまして、いやそんなことありませんよっていうのでね、はい、お返事しておきましたけどね。はい、あともう一つ、文字を間違えてしまったときはどうするんですかとかね、これも多いコメントですね。はい、あとはですね、なんかもうかっけえっていうのね。はい、あとはまあそうですね、モールス信号ってなんかワクワクするね、無知でお恥ずかしいのですが、モールス信号っていうのは何語なんですかっていう話です。このコメントいただいたんですね。このコメント、こういうコメント、ものすごく今のコメントは一番多いですね。1位です。コメントの中での疑問質問で1位ですね。はい、の時は社会じゃない、世界共通の、モールス符号っていうのがありましてっていうことで、まあ、基本は英語でねお話もできますけれども、先ほど言った通りに蕎麦屋の親父はあまり英語力がありませんので、そこまではお話はあまりしません。ただ言われてよくねリング、無線機とかアンテナとかですね、気温天気、自分の名前というのはね会話の中でしますよというふうなお話はしました。はい、本当ね、もうものすごく温かい、いろんなコメントがあるんですよ。で、僕のその方のね、お父様おじい様がモールスを戦争で通信兵でしたというお話からね、結構長いコメントいただいたりね、心温まる、コメントいただいてですね、本当やってよかったなと思います。はい、あとは、ちょっと最近ですね、まあ1週間内のコメント読んでますけれども、はい、面白いですね。人間がトンとツーと会話できるなら鳥やイルカもこうして会話しているはずだねなんていうコメントもね、はい、いただきました。はい、モールス信号で、世間話したりできるんですかっていうことね、できるもんならやりたいんですけれども、途中ね、なんかちょっと違った文面が来たと思うと、まあもちろんまだ頭真っ白状態になるんで、まあこちらの天気とかね、気温とか打ってね、ちょっとお茶を濁してますけれども。まあそこがねモールスの楽しいところというか、この試されるところなんですけれどね、まあそういうふうにね、ちょっと試されてるのかなっていう、という楽しみもしながら、はい、モールスをやっております。はい、まあすいません、またこれって何のためにするんですかというね、アマチュア無線雑談とかするなら分かるんだけれどもと、何も喋らないし、まあ何を楽しくてやってるんですかというねお話ですね。はい、このコメントもね、たまに来ますけどね、これは切実っていうか、自分で本当にそう思ってることなので、はい、普通にね、返信しますけれどね。はい、はい、これ、あともう一つ多いのはね、これって地球の裏側まで届いたりするんですかっていうね、電波はどのぐらい届くんですかというコメントもまず多いですね。はい、まあ、その電波状況によっては、どこまでも届きますよということで。あと、いつかこんな感じに更新したいと思いつつ、資格を取るためにいろいろ勉強をしたりしておりますっていうことでね、もうこういう方をね応援したいんですよね。やはりやりたいと思った方が、まあ諦めずにね、まあ試験を受けなきゃいけないっていうのが一つのハードルなんですけれども、まあね、勉強というんでしょうか、やりたいことに関しては皆さん一生懸命やっていただけると思うんでね、こういう方をね応援したいなと思って、コメントもね、こまめにしておりますけどね。はい、そんな感じでですね、はい、まあこれ読めばキリがないんですけどね、本当皆さんにね、コメントをいただいてですね、もうはい、まあ本当ショート動画がメインなんですけれどもね、こちらもね、いや、テンションが上がってですね、ますますこのアマチュア無線の、良いところをですね、広めていきたいなと、そんな風に思っております。はい、もう10分過ぎましたんでね、今日はですね、もう1日1曲僕今から
しなきゃいけませんのでね、この辺にしたいと思います。それではまた、週末ですね、こちらから CQ 斜めが21と、これからちょっとね時間を決めてね、ちょっと出しCQ 出そうかなっていう、まあそういう何ですかね、計画もしておりますんでね、皆さん聞こえてましたらよろしくお願いします。はい、それではこの辺で失礼いたします。さよなら、どうも。今日ちょっと向きが違うんでどうもです。